立浪監督は19日の楽天戦で、石川昂弥らの3失策で一時同点に追いつかれた4回について言及。後々に響くようなミス。同じことがないように、と話した。慣れない球場、風の影響もあったかもしれないが、これは相手も同じ条件なので言い訳ができない。もっとコミュニケーションを取ってどうするか話し合っていかないといけない。エラーからの失点は流れが悪くなりすぎるし、投手の負担がかなり大きい。今の石川の守備ではサードでは使えないよな。チーム力を考えたら、まずはしっかり守る、アウトにできる打球は確実にアウトにすることが極めて大事なこと。オープン戦だけど石川昂弥エラーが多くない？昂弥にはもっと緊張感を持ってやってもらわないと。オープン戦だからではないけど、ふるいにかけるにはいい材料だったかも。無理して一軍で使うことない。ドラ1だからといって甘やかすと本人が成長しない。得点力のないチームこそ、エラーからの失点は防がないとダメ。守備練習はしたのか。今年もいろいろ厳しそうだ。守備のいい、オープン戦でも好調の高橋周平を三塁で起用してほしい。草野球のようなミスだな。打撃は水物だけど、守備が普通レベルはできないと話にならない。勝ちにこだわるなら、守備の安定は絶対条件。この守備でスタメン張るなら3、40本塁打はやってくれんと、投手は溜まったもんじゃないな。少なくともこんなミスをしてたら、優勝どころか A クラスすらも夢のまた夢。試合に勝ったからよしではない、3失策を現実のものとして受け止める。石川はダメなのはわかってるよ。とても一軍のレベルではないよ。守備への意識が軽すぎますわ。失策数を減らさないと勝てないし、野球は投手中心にした守りが大切。確かにエラーが続くと投手に労力だけではなく安心して投げることができない。石川はバッティングもまだまだ課題だらけだし、怪我の影響で守備練習もまだまだプロとしては足りていない。もう一度練習を基礎練習からやり直すしかない。